19番で27番です。今日の運勢、じっくり見るべし。10点。お、早い。いきます。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。お願いします。あった5台あります。20。まあいいや、これからにしてみます。なんかずっと良さそうな20にします。家族は20にします。なんかずっとそうなんですよ。悪くなくて。確かに、はい、いいですね。はい、僕の分頑張ってください。確かに頑張ります。さあどうしようかな。まあ、そういう意味で言うと新編も昨日左が当たりっぽくて結構回数ついてるんで、じゃあ僕はちょっと新編から朝はスタートしてみます。千葉のメンバー、ティアのメンバー、そうそうたるメンバーなんで、悪い言い方するとまとまりがないというか俺はなんでここに呼ばれたんだろうっていう感じがすごいですけど、バラエティコーナーみたいな顔ぶれになってるっていう、ちょっとどうなるか楽しみですね。さてどこに行けばいいのかな。朝一なんですけどめっちゃリード打ちたいんですよ今日。ちょっととりあえず朝一リードから行こうと思います。始まりました。今日うち本日は2月11日建国記念日に日の丸エコド店さんで収録を行わせていただきます。今回出演いたしますバツル秘書ボードの嵐です。よろしくお願いします。そしてはい、カブトムシゆかりです。よろしくお願いします。そしてはい、ワンゲーム TV の陽介でございます。よろしくお願いします。この番組はですね、毎回メンバーが総代わりしまして、その3人でちょっと変わった乗り打ちをしていくという番組になっているんですけども、はい、まあ、第1回目とはちょっと今回ルールが変わりました。前はですね、指名制みたいな感じで乗り打ち相手を決めてたんですけれども、はい、今回からは完全にガチ抽選。おー、なんか抽選の方がいいですよね。やっぱ選ぶのってちょっと選ばれなくても嫌だし。そうなんですよね。うん、分かる分かる。これから抽選引くんですけど、はい、我々は誰と乗ってるか最後までわからない形になります。あ、最後までわからない。最後までわからないみたいです。で、おのおのも抽選も受けて、はい、入場もして台も取ったわけじゃないですか。はい、で、陽介さんが本日朝一からリノでございます。リノ、まあ拍手なのかどうかはこれ実践の展開次第になってきます。前日最終が1500余りのリノでございます。まあ今日は跳ねっ返り狙い。カブさんは、はい、私はあの技術はないけど引きはあると思っているので、はい、リゼロに。心強い。じゃあリゼロとは結構勝ってる。リゼロは本当に何て言うんですか、いわゆる低設定で誤爆することがすごい多くて。お、頼もしい。頼もしい。僕はある、もう本当にあのクジラの料理の仕方わかんないんですよ。クジラのマスターです。クジラマスターなんで。これは心強い。嵐さんは、はい、僕はですね、一応まあ前日ちょっと回数ついてた窓ガス店をちょっと会社打ってみようかなと思ったんですけど、アンケルです、はいはい、ただ一応店内見たらあの結構ノーマルタイプのめちゃくちゃ回数ついてるんですよね。で、私あの講師ともに含めまして、はい、現在6連敗中でございまして、あの万枚ぐらい負けてる状況なんで、おあの早めにノーマルに避難してちょっと乗り打ち相手にあまり迷惑かけないようにっていう打ち方をするかも。あとあのパツロが怖いです。最近ベルもその動きしなくなってだいぶやられてるじゃないですか。やられてるんですよ。はい、で、おのおのですけどそれを踏まえて、はい、抽選にはなるんですが、はい、誰と乗りたいかみたいな一応言ってほしいっていう感じらしいんで。それ今の話聞いたら完全にカブちゃんでしょ。いや、分かった。申し訳ないですけど嵐さんと乗れるんだったら光栄なんですけど、光栄なんですけど、やっぱ乗りってなったらそれはカブちゃんでしょ。
でもちょっとね、はい、荒いんで結構やっぱ負ける人、はいはいはい、勝つ日が、はい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 、それもちょっとね、足引っ張っちゃう可能性も加味していただけたかった。ちなみにカモさんはどうですか。私どうしましょう。いや、お二人とも私そんなに面識がまあぶっちゃけそう、ぶっちゃけそう、はい、ただなんかその引きか、はい、引きか技術かみたいな、まあ、やっぱ6連敗も怖いですし。いいっすよ、そんな気づかなきゃ。陽介さんでこうなるから。なんで抽選にしたのにわざわざ気に入るんですか。本当にその点ですね、はい、僕本当希望するのがおこがましい状態なんで。どっちかなってなると、今たまたまですけど席はカモさんが近い、はい、そういう意味で言うと見えない方がどこかできると思うんで、まあ、陽介さんかなとは思いますけ ど、いつの間にか出てたとかの方が。そうなんです。まあ、というわけで、実際は誰が誰と乗ってるか、はい、我々は分からずに、はい、してもらってまいりますので、人に迷惑をかけないようにするのか、それとも迷惑上等でいっぱい出していくのか、その辺も踏まえてこの後実践もご覧になっていただければと思います。さあ、というわけでこちらのアプリを使って乗り打ち相手が決まるというルーレット挑みたいと思います。ああ、そうか、押さなきゃ。まあ、色的には僕は緑が好きなんで緑を引きたい。おおよー、アルファベットカップリングされました。はい、それでは抽選の方をしたいと思います。いきます。わ、赤と青どっちだろう。青が好きだよ、私は色は。お、じゃあ行きます。ドン。はい、僕が鳥を中することになるようでございます。しました。昨日までの3日間はなんかグラフ的には、まあ、2日前はちょっとあんまり回ってないか分かんないんですけど、昨日はまあ4000ゲーム回してプラスだし、今日はどうか分かんないですけど行ってみます。足を引っ張らないように。今日祝日なんだよ。平日かと思ったら祝日なんですね。稼働が平日だと思ってたから、なんでこんなに寒いんだろうと思ったら建国記念日だ。ノーマル。やっぱ最終的にどっちが乗り打ちかわからないんで、二人には温かい目で見てもらいたいので、やっぱなんかちょっとね、なんでジョーカー扱いされたくないんで、一発目で AT で、まあ、出玉は作りたいな。がっつりマイナスとかは嫌だな。いや、今日嵐さんと陽介さんと一緒なんですけど、嵐さんはお仕事するの初めてなんですよ。だからほぼほぼ初対面、ほぼほぼ初対面で、陽介さんは、陽介さんが打つハーデスの動画がすごい好きだったんで、よく見てて昔で、一回店舗さんが被った時に写真撮ってもらったことあります。ツーショット、なんかちょっと恥ずかしいんですよね。嵐さんがライター界一の人格者というのはよく聞いてます。いろんな人から聞きます。人の悪口を絶対言わないとか、見習いたいものです。さあ、それでは、私は劇場版スロット魔法少女マイカマイマドカマイカ新編反逆の物語、まあ、マドカ新編からスタートしていきたいと思うんですけども、オープニング撮ってる間にですね、昨日明らかに当たりだっただろう左側の台が、通常マイカラッシュ直撃引いてるんですよね。だから、まあ、ちょっと僕の台一応昨日6000回ってて、
まあ、何かしらの4以上の下とか出てた可能性はあるかなとは思うんですけども、まあどうでしょう、一番左が当たりで据え置きなら3台の島なんで、ちょっと僕の台はノーチャンスの可能性もあるかもしれないんで、早めにちょっと台移動してですね、次にこの番組呼ばれた時に、あ、私嵐さんと乗りたいってなるような、まあ、そんな展開を今日はちょっと残していきたいなと思ってるんで、ちょっと今日はあれですよ、真剣にリスク回避と向き合って立ち回っていくつもりです。それ延長ですね。ますけど文字白ですからね、あれが赤とかだと本当暑いんですけど、オッケーオッケー、めっちゃ暑い。まあ人目自体結構全速絡むと、まあ、期待度上がるイメージですが、まあ、白文字だったのでどうかなと思ってたんですけど、これはいいそうですね。私たちも戦うって、トムラちゃん、一緒に行くよ。今の子の夢。タイトルは普通ですが、1個くらいチャンスパターン絡んでほしい。よし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 。もう大丈夫かな。ああ、もう大丈夫ですね。当たりました。オッケーオッケー、私は2人なら楽勝だぜ。規定ゲーム数からのボーナス、あとはソウルジェムですね。右側がどうか、右側のソウルジェムが赤あればモード1個も悪くないってことになる。よっか、俺はオールブルーでございます。なかなか難しいんで、一個でも色変わったらもうとりあえず赤目指したいですね。いいよ、オールイエローはやってないぞ。オールイエローはやってない。あ、オールイエローか。さあ、それではマギカチャレンジ挑んでまいりましょう。一個でもクリアできればマジで同じだな。いや、あれ早く引かないと厳しいんだな。頼む、ドラッ。まあまあ、オールイエローじゃしょうがないですね。あ、まあ、どこ触ってんの。もう一度チーズが食べたかっただけなの。いや、しかもいきなりセリフがチーズですか。ちょっと不安な立ち上がりではありますね。僕はですね、コックらしく朝からトマトを調理しようじゃないかと思うわけですよ。で、僕のリノという台は、まあ、もちろん設定6段階あるんですけど、あんまリノの人ってそんなに設定気にしてない人がほとんどだと思うんですよ。なんでもね、今日の引きのコンディションで何とかするしかないと僕は思っている。だからまあね、バカスカとトマトが落ちてくれることを祈るしかない。あとはもう3分の1で引きすって言いながら打ち始めたけど、俺一日リード打つのかな。トマト落ちねえな。
言ってみるもんでございます。さあ今日初のトマトチャンス、まあ、中段に止まったんで斜め天杯がの濃厚というか斜め天杯ですね。さあどれかな、どれかな、なんですけど僕こうなった時にね、このドルトマト対角に止めるのが好きなので青七の下のドルトマト狙いに行く、お願いします。スルー、クフー、違った、ちょっとあまりにダメだったらあの二人呼びに行って押してもらうのもありかもしれないですね。おっと早い、2度目のチャンス、どこかな、やっぱなり場が止まるんじゃないの、ななりプレイバーが、これそこ行こう、あのズドンって座る感じがすごい好きなんで、せーの、ダーボースピンだ、さあにする、まあまあまあ3分の1だからね、しょうがないよ。まあリのね打ち方、多分決め打ちする人とかもいると思うし、その時の気分によって押す人もいるだろうしなんですけど、僕はもうなんかその時のフィーリングでこれと思ったのを押すタイプで、どうにもなんなくなったらもう振り打ちしちゃう。お早い、もう3回目や、167で3回ってことは上の可能性出てきちゃうじゃない、どうしよう、今度ツヤトバが止まってるんで今度ツヤトバと止めたいんだよな、えい、ダメだダメだ、チャンスを生かせてない、あらららお、もう前兆ですね、この前半パートの前兆はまあ本前兆の可能性ももちろん期待できますし、焦っても上位モードの可能性が高くなるんで悪くないタイミングでの前兆、そしてまた弱点、あっつ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 あっチャンスターンが来てね、当たるっていうパターンでございます。あれ嘘でしょ、いや、いい感じですよ。さあ今度は41ゲームでゲーム数での当選、まあ、規定ゲーム数0ゲームっていう選択にも結構設定差ありますからね、やっぱ早い当たりが続くとありがたい。さあそしてそしてそしてゲームはオールブルー、おそう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 、これはものにしましょう。さあまさに配列は信号機、ここは青信号で行こうぜ、止まるわけにはいかん、マミさんとかをクリアできてるとかなり気は楽、ただやっぱこの台は強固のソウルジェムでやれるかどうかだと思うんですよ。強固のソウルジェムクリアするためのアラシステムありますから、ここは早速使っていきたいと思います。まあそれをご覧になっていただけた方はもうご存知かとは思いますが、強固を元気にする魔法っていうのが私にはありまして、それを早速今回も使っていきたいと思います。それでは参ります。消えろ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 
これで大丈夫。これであらゆる世の中の京子は元気になるはずなんで。これが6連敗中の負の連鎖というやつですよ。マジか、この40%クリアできないと本当きついだよな。渚はチーズじゃねえか。もう一度チーズが食べたかっただけなのです。これで夕方で店長が来てくれたらもう B でノード B で、あ、金色よっ、あ、いいね、当てよう。350台だったら早いです。当てる当てる、魔女魔女、レムちゃんのやつ来い、カペテルギウス、いやー、鬼やつ、よしよしよし、当たった、早い、いいよ。なんかやっぱこう、モード B とかでも天井に行かないのはとても心強い。入れちまおう、 AT に。なんか絶妙にベル引いたらギリギリ追加投資しなくていいんですけど、絶妙に足りない。投資が8000円。いやー、いける、いけるか、ここでベル引いたら、あ、いけるいけるいける、開けた投資8000円ですね。389ゲーム。あとは1体目でやられないこと、頼むよ。ベースは 59%、 まあでもここはいいや、この道強チェよ強チェここで強チェ引くのがすごく得意で、あ、全然違うわ。あ、でもチャンス目は 12% くらいあるんで、いかないか、いや大丈夫、よし、わー、頑張れよ、背景スバルで、イエーイ、いいよー、あー、ここまで頑張ってきたじゃない。あ、リカードが、あれ、ちょっと弱くない、でもさすがに3体目は大丈夫なんだ。あ、やったー、リゼロ馬を、はい、はい、1万以内でリゼロに AT を入れるのはとてもでかい。いやー、助かる、いってきます。で、まあ本当弱 AT 過ぎてもそれはそれで今後の展開に期待できるので、ひとまずここは喜びです。いいね、行こう行こう、あ、連打、強茶、あ、違うか、弱茶、弱茶で29ゲームじゃ助かりますよ。右右右、いやいいね、いや、レア役を引いてるんだ私、この AT がどうこうじゃなくて、しかも強チェ、うまっ、完走したいな、24だった強チェなのに弱チェより頑張れなかった。いや、でももうここの時点で全然いいです、だってもう68ゲームだもん。いや、めっちゃいい、3桁いくでしょ。いや、いいよ、
敵の兜でやってます。敵のカブトムシです。30、いいね。お上手。やったね。行きます。ですね。ダメか。ちょっとスーッと149ゲームを消化しちゃいそうで。真ん中の下に青7来たら最低でも 50% はパネルアタック成功期待であるんで、真ん中の青、いや違う、さよなら、上乗せなしで終わりました。146ゲームか。1128枚、もうちょっと乗せれると思ったんですけど、後乗せもないで、ゆりく感も終わりまして、まあ、改めて行ってきます。あー、やっときた、やっときたけど今手止めちゃったな。みたいに押してみるか。これでね、指離したときにドゥルリンって言えばいいんです。おお、イエス、あざす、投資13本、初トマトの収穫に成功。やっぱ見ちゃダメだな。さあ、あとはこれを落とさないだけでございます。だからさ、1ゲーム目で危険目とかいらんのやって。おっぷねーおっぷねー、やめようやめよう、そういうのはいらない。今だね、左の2択外してたら落ちてますから。もうやだやだ、ダメなリードだこれ。頼むよ、そんな2ゲーム連続で引かないっしょ。やめろやめろやめろ。ああ、いたけどいなくなる可能性があるやつ。おセーフ。さあ、中段レモンはね、ボーナスの重複も期待できるんで。あ、いそう、あっぶね、とりあえず一発取れた、よかった。はい、ビッグボーナス、今日初めての投資1万3000円でございます。リコピン。さあ、危うくね、1個目のトマト腐らせるとこでしたけれども、やっぱりね、リード打ってるからには1回あげたら一発は欲しいんですよ。でもね、こっからこの機種の醍醐味なんで、ヤマサの曲が聴けるぐらいビッグレンチャーしてくれたら嬉しいなっと。もうやだ、お前見たくないんだよ。さあ、落ちたかもね。リプレイいらんて、リプレイいらんて。あ、やったくせえこれ。いやー、これビッグ一発で落としたくさいですね、この感じ。よっ、すんげえ滑ってきた。落ちてなければトマト、落ちてなければレモンだし、落ちてたらトマトっすよね。レモンがいいな。うわ、トマトだ。ってことは即引き戻しチャンスなのか今。めっちゃ大事じゃん。ママよ、ここ普通に1枚立っちゃった。いや、落ちてるな。じゃあ今の進めなかったといけないかったやつ。いやー、ちょっと下手ですね今日。そしてこの台トマトがすっげー落ちる気がする。え、ちょっと待って、まだいたってこと？は？え、絶対落ちたと思ってたよね。45ゲーム、
いやまだいるな。あ、揃った。今ので重複しててほしいけど。あーよかった、いますね。オレレモンはボーナス当選が濃厚でございます。あ、バケ、まあまあまあいいや、落ちてなかったらしい。オッケー、ピンク、オッケー、レギュラーボーナス、やっぱそうだ、よかった、ピンク、オッケー。さあどんどん行こう。とよ引くな。あ、嫌だな、嫌だな、あの危険目の後の一ゲームリプレイは嫌だな。あ、今度こそダメか。まだ分かんない、さっきみたいなことありますからね、全然ね。いや、さすがになさそうかな。いや、さすがに落ちてますね、これはね。さあ、残念、ちょっと投資に届かなかった。600倍ぐらいは返したので、まあ、ほぼチャラぐらいまでは戻せました。ここで当たって AT につなげられれば、そんなに傷も深く負わなくて済みますし、二の矢も紡ぎやすくなるんで、なんとかここは当てて AT 入れたい。ここで多分回路ですね。14ゲーム、まあ、前兆開始から14ゲームとちょっと突入タイミングはいつも通りですね。あ、お、一応強い。あー危ないか、これ危ないね、やっぱり。あーよかった、危ない。ちょっと怖かったんですけど、まあまあ円錐自体が強いんで、いや、なんとか最終まで行かずには済みました。通常モードでの規定ゲーム数当選でしょうね。いや、なんとか AT 欲しいな。ああ。一発目に勝負とか来るのか。いや、でもここは恥ずかしがらずに全力の魔法を唱えます。今日気合いだ、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 今度こそ大丈夫だと思いますよ。わーはーはーまでやって神ですよね。わーはーはー、わーはー、わーはー、これですよ皆さん、高校を元気にするためには気合だを10回、これがいにしえより語り継がし魔法です。危ねえ、よかった、助かった、ありがとう教皇。さあ2個3個とクリアすれば恩恵もらえますから、2個だったら1ゲーム連勝、3個だったら悪魔ホームラン目指します。スイカでいいんだぞ、スイカで、でーよ。マミさんにそこまでお世話せんな、ここか、ここでも1個で、せめて赤文字出ないとね。まあしゃあないです、ただもう十分。一応ここでね、この後とかの恋愛とかでも一応いろいろ恩恵ありますけど、
まあもうセリフはもうもはやいいかなと思ってます。この AT を取り切ったら一応やめる予定なんで、あとはここでどれだけ伸ばせるかですね。ホーリングインターネットで頑張れみんな。ここでね、引いたりすると、まあ、あのループしてったりとかもするんですけど、引いたこと一回もないんだよな。強豪バーハハ、よし、強豪どうですか、魔法の影響まで残ってましたよ。これはしゃあない、内部的にリプレイ引いてんだからカットインだ。もう1回ぐらい揃えてるな。ダメか。いやいや、でもまあ180枚でかいですね。ただ一応枚数が少なく終わった方が、まあベルナビ回数っていう意味でかな。まああのとりあえずクルミ割りの魔女の突入率は下がっちゃうんで、もう180枚取っちゃうと、まあとりあえずこの180枚以内になんとかするしかないですね。まあこれで半分くらいは戻ってきて次の台に移動できるんで、いや超御の字ですね。あおりさこね。はい、というわけで残念ながら駆け抜けでございました。ただ300枚取れたんで本当に半分くらい、サマイデイと戻ってきましたね。なので、まあ、まあ一応この画面でやめるのもあれなんで、回して一回やめるつもりでホール内ぐるっと回ります。普通に考えて、まあ、皆さんもね、もしかしたらお友達とかと乗り打ちするかもしれない、したことあるかもしれないですけど、じゃあ今日ちょっと乗ろうぜって言って、俺じゃあリノ行くわっつったら、大体の人そいつの頭叩くよね。何考えてんだと、真面目にやれって言われると思うんだ。それをね、許してくれる二人にはね、もう本当感謝したいよね。いや手堅くさ、ジャグラーのさ設定狙いしようよとかさ、朝市あの台美味しいんだから朝市はそこで様子見るとかあるじゃんとかさ。あ、手止まんなかった、失敗。あ、2ゲーム連続、よしよしよし、いいよ。トマト軽くない？さあ持ち玉で何とか2発目のトマトをもらいました。あれもしかして設定あんの？日の丸さんはリノに設定入れてくれんの？おー、いいな、気持ちいいなこれ、あざっす、素晴らしい。さあ持ちメダルでビッグ。ほんとノーマル、あー昨日めっちゃ回数通じたアレックスがやっぱ出てんだよな、すげえ。やっぱ強気狙ってる方が多そうですね。すごいじゃないですか。ありがとうございます。あの体感ですけど、非常にあのトマトが押し寄せてくる感じがしてるんですよ。マジですか。あ、でも言うて昨日回数ついてるんですよね。ついてるんですよ。で今この108回の中に3トマト落ちたんですよ、はい、マジですか。で3回目で仕留めました。だから、まあ、ちょうどこれからプラスになるところなんで任しといてください。心強いです。言うて僕もね、あのオープニングであんなこと言いましたけれども、やっぱり勝ちたいですから、はい、自分のプラス目指さないとプラスならないんで。そういうことですよね。頑張ります。だ僕もちょっと固くいくんで、よろしくお願いします。お願いします。心強いわ。つうかまあ普段から使われてそうですし、結構まあなかなか難しいんですけど、一応 RB がついてる方が偶数設定の可能性が高いんで、とりあえずちょっとこれやってみましょうかね。まあ他のノーマルタイプのちょっと 上の据え置き狙いできそうな台が空いてないんで、まあちょっと無理やりですけど、まあとりあえずこれちょっと打ってみます。
さあ落としたくないよ。気持ち裏腹、危険目が止まる。あっ、おっとっとっと、やめろ。やめろ。まだ上がってる感じしねえな。あ、やったかこれ一発で。いや、やったっぽいな。残念。早いと伸びないねリドって。さあプラマイゼロラインでね、攻防が続いてますけど。行かない。普通に天井かな。でも AT 入れば天井からの方が AT レベルが高い。いやでも A 点ハマってもまだプラス息、まあトントンだから、まあ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 、いや A 点来た。今日じゃここで引かないで、早いよちょっと。早いって、あと10秒も遅くていいじゃん。まあ、もう一回行けばいいんだ。もう一回行こう。頑張ってよ、いいだろう。行きます。765ゲームアイコン3つで何パー、70パーいってくれれば。50ベース、70 を3体。いけるいける。セリフはあ、苦しい系じゃないこれ、これあの引きずられ苦しい系よこれ。出た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 。これ大丈夫だと思わせといてからのダメなやつ。いやーダメかー。いやもうこれが3体目ダメとか本当やってないんで、いきます。うおー頑張って、あーでもちょっと本当に怪しい、これ本当怪しい。ちょっと楽しませてくれただけなのかな、空気読んでみたいないうレベル。出た出た、お願い。いやもうそういうやつだ本当に。ユーリップ感も終わり。まあ楽しませてはもらいましたが、とりあえずサマイ14枚プラス。現在14枚プラス。まあ、トントン。